名古屋市交通局2600系電車名古屋市交通局2600系電車はかつて名古屋市交通局が保有していた路面電車名古屋市電用の車両である京阪60型電車美輪湖号に次いで日本で連接構造を比較的早期に採用した車両であったことで知られている名古屋市の海岸地帯においては江戸期に開発された神殿に 明治以降、日本の近代産業の発展に伴って、まずは、宝石工場が、ついで金属、機械などの重工業の工場が進出し、その周辺地域には関連する各種の工場が建設されることによって、中京工業地帯の原型が形成された。日中戦争の勃発後、これらの工場の多くが、軍需工場として、兵器や、それに関連する物資の製造に足ることになり、 中でも、軍用機は、三菱重工業名古屋航空機製作所、現在の三菱重工業名古屋、航空宇宙システム製作所において、有名な、冷戦を、はじめ、百式司令部偵察機、飛竜、爆撃機、冷式水上観測機、一式陸上攻撃機、雷電など、陸海軍の主力機を生産していたほか、愛知航空機、現在の愛知機械工業では、 太平洋戦争諸島の日本海軍空母機動部隊において冷戦中島97式艦上攻撃機と並ぶ主力機であった99式艦上爆撃機とその後継機である水星艦上爆撃機流星改め艦上攻撃機といった空母搭載用の急降下爆撃機攻撃機を製造していたほか零式水上偵察機をはじめとした水上機など 海軍の主要機種を製造していた。また、航空機用エンジンの工場も、三菱、愛知の両社とも、名古屋市内に建造されており、当時の名古屋市は、日本の航空機産業の中心地となっただけでなく、従来の各種機械、金属工業も、また軍需生産の増強を図ったことから、名古屋市は、日本の軍需産業の一大拠点となった。しかしながら、 中京圏の鉄道は、東京圏や京阪神圏と異なり、東海道本線、関西本線、中央本線の各線が戦前は電化されること、なくいわゆる、汽車であったことと、現在の名古屋鉄道各線や、近鉄名古屋線がそうであるように、当時の私鉄各社も、名古屋から放射状に路線を伸ばし、一宮や地竜などの中小都市ややとみ、長島といった農村を経て、岐阜、 岡崎、豊橋、桑名、津といった、九条下町、あるいは瀬戸、常名、津島、四日市などの商工業都市を結ぶ、インターアーバンとして成立したことから、これらの鉄道が市内交通の役割を果たすことは、ほとんどなく、バスが燃料統制で動けなくなった後の市内、交通機関の主力は、市電が努めていた。これらのことから、戦時体制が深まるにつれて、 当時の名古屋市電では沿線に多数存在する軍需工場への通勤客需要が増大し、輸送力の増強が求められるようになっていった。しかし、すでに車両の製造も監督官庁である鉄道省の割当てになっていたほか、割当てが当たっても鉄などの資材が入手しにくくなっていたため、少ない部品を用いて最大の輸送効率を確保する目的で設構造を採用し、 製造されたのが、この2600系であった。1941年に、木並車両製造で2601から2615の15両が製造された。名機上は、LSC 型338から352の改造ということになっている。車体は、側面窓配置 1D3D2 の車体を、背中合わせに2両一組としており、 前面は1 4 0 0系譲りではあるが俗に木並みスタイルと呼ばれる深いカーブのおでこを持つ半流線型の三枚窓で中央窓上に行き先方向膜が付きさらにその上部に埋め込み式のヘッドライトが取り付けられていたまた車内は工述するように連接台車にモーターそれも高床車用のものを搭載していたことから中央扉から 後ろの床はちょうど今のノンステップバスの後部がエンジンをはめとした駆動機構のために高くなっているのと同様、その前後より高くなっていた。その分窓の大きさも連結面間とドア間で異なっており、前車の方が小さく、上面は同じ高さだが、下面は少しか上げされているなっており、車内には急なスロープがついていた。伝送品に関しては当初は、 廃車予定であった単車のものを流用することにしていたが、容量が不足するため小型ボギー車へ振り向けることに変更し、メガバイト型用 50HP のを2機取り付けることにした。だが、これは前述のように高床車に本来用いられるものであったため、モーターを取り付ける中間台車の部分だけを高床にし、前後部分に関しては低床用のものを取り付けた。 この構造にすることで走行抵抗の低減も図ることになっていた。ただ、全長十八メートルの連接車のモーターが五十 h p 二機というのはいかにも出力不足で、角王や舞藤の勾配のきつい区間には入線する子ができなかった。二千六百系の不板方式は、後の西日本鉄道北九州線、福岡市内線や広島電鉄の連接車のように、車番の後ろに、 A, B, C といったアルファベットを付けることで連結位置を示すといったものではなく2両1組で同じ車番とするものであった。2600型がよく日本最初の路面電車向けの連接車として取り上げられるのは確かに京阪60型も路面区間を走行したがそれはあくまでも京都市内及び大津市内の一部の区間のみであってそのほとんどの区間は 専用軌道を走行しており、路面電車というより、むしろ路面電車に直通できる、高速電車といった方がふさわしい車両だからである。2600型はこちらも輸送力不足に悩まされていた、栄町線、広工事線などの幹線に投入され、これらの幹線系統から捻出された車両をもって、軍需工場に向かう系統の増発及び、車両の大型化を実施することで、 輸送力の増強を図った。太平洋戦争末期の名古屋市は前日の通り航空機をはじめとした日本の軍事工業の中心地であったことから、継戦能力を喪失させるために B-29 による必要拡大規模な空襲を受けた。2600型も栄え挑戦を担当する池下車庫が空襲を受けて全焼するなどしたため、 2603億2606万2614の3両が被災し、1958年9月に2613と2615が欠番を埋める形で、それぞれ2代目の2603万2606に改版されて、2601から2612に整理された。戦後は、モーターや制御機を交換したほか、 終電装置もポールからビューゲルを経て、最終時には、Z パンタグラフに乾燥されていた。ヘッドライトを竹式同様全面装下に移設したが、このことで、独特の広いおでこが目立ってしまい、屋根の浅い1400型や1800系以降の戦後、登場の新車群に比べてつんぐりとしていた。また、窓周りなどを中心に、若干の改造が施された。 戦後の2600型は池下車庫に所属していたが、1958年12月の同車庫閉所後には今町車庫に転属し、栄町線を中心に活躍して、東山線開業前後には逼迫していた同線の輸送力向上に寄与した。その後地下鉄東山線が延伸されるにつれて、相対的に市電の利用者が減少し、1960年代前半には、 上新車庫に転属して、やがて運行も朝夕のラッシュ時や団体輸送主体となった。廃車は路線が縮小する過程の1968年の大津町線大津橋八田線金山橋間の廃止に伴って半数の6両が廃車され、1969年2月の野立築地口線廃止に伴う港車庫所属車両の余剰車に置き換えられて残前車が廃車された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。